はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私は大北重人です。向田安藤です。はい、向田安藤です。はい、皆さんご無沙汰しております。ご無沙汰してますね。はい、向田安藤が年内で終わってしまいました。向田安藤終了してから、はい、向田安藤ですって言っていいかどうか分かんなかったんですけど。あ、そうですね、はい、あ、そう、安藤です。安藤なんですよね、はい、安藤さん。で、向田安藤です。もういいし背負いましょう、向田安藤。はい、我々はこのプープーテレビ跡地、跡地で何か動画を出して、皆さんにお届けしようかと、ね、何もなくなったんですか。今何もなくなって、向田安藤はとりあえず今終わったんですけど、他のも終わったの、はいはい、一緒に他のも一緒に終わりました。俺たちみたいに、俺たちは寂しがってるけど、はいはい、俺たちほど寂しがってもらえない可能性もあるよね。そうですよね。ただなくなるっていうだけだからでも何人かはやっぱり、うん、そういえば他何度金曜日に見えてたんだよなっていう人はいらっしゃるから、そういう人がいたら嬉しいんですけどね、そういうあなたのために、うん、私たちは寂しい、私たちが寂しいあなたたちを、お互いの寂しさを埋め合おうというプープーテレビの跡地跡地でね、これで僕らのための番組な気がしますね。そうですね、リハビリテーションそうだよね、あの退職して何もすることなくなったから何かしようやってことでしょ。あの廃墟で心霊スポットになってる廃墟でお化けたちがダンスしてるよ。そうだよね。で、俺たちのための場所ってことになったんだよね、リハビリテーションだ。はい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 、こうやって心の傷を埋め合おうっていう、そう、あなたに向けてますか。このあなたっていうのは私でもあります。見てんのは俺たちだ。はい、はい、寂しさを埋め合おうというふうになってます。さて、はい、プープーテレビの跡地ということで、うん、一旦はパトチという名前にしました。プー跡地でパトチ。プトチじゃないんだ。パトチパはい、ちょっとこう裏返っちゃうような感じ。そうですね、はい、プープーテレビ跡地、略して、パトチっていうことになりました。これ言いにくいのはどうかと思うんだよな。言いにくいから広まらなかったかな。あんじゃん、言いにくいから4文字に略したりしますよね。そう、言いにくいから広まらない説あるよ、これ。あるある。ああ、どちらプーはあの大友さんがね、あのロゴ作ってくれた大友さんが、はい、せっかく作ってくれたロゴがあるので、うん、プーだけ残してもらって。なるほど、ここ変わってないよってことで、うん、残しておきます、はい、あとはパトチ、ロゴで変わらずやっています。でそこで何やってるかっていう、まあ、ただ喋るんですよ。10分喋ろうっていうコンテンツに一旦しようかなと。10分は長いでしょう。長いですよ、ね、もともと向かないの10秒だったんで、はい、60倍もの時間を何かできる気がしないです。うん、あのギャラが出ないかな、これは。ここまで電車で来るんですけど、来るだけで損、取るだけで損っていう。大丈夫なんかな、俺たちこんなんで。練習したくない。あ、そうですね、練習したくないですね。ってことはもうノーカットで10分喋れる、もう喋りの達人。ああ、なるほどね。島田紳助さんのような。そんなのは相当ですよ。屋敷隆人さんのようフリートークで10分いける人ってそうそういないでしょ。いけんのかな10分は。あのトピックもないよ、まだね。ムカデ安藤のイベントをやるんですよ。やりましょう、はい、イベントがある1月20日に、うん、20日ですね、さよならムカデ安藤っていう、はいはい、うん、そこでお別れ会をするんですけど、はい、そこで何をするかを話し合うっていうのを10分途切れなく喋るっていうのでどうでしょうか。はい、いいですね。それはちゃんとした企画会議でもありますね。はい、うん、やってみましょうか。はい、はい、1月20日始まった1月20日にね、ロフトプラスワンでね、はい、ムカデ安藤があるんですよね。さよならムカデ安藤っていう、これは何ですか、お別れ会みたいな話ですかね。お別れ会で、なんかその企画を決めないといけないんですよ、うん、安藤さんが、はい、安藤さんと僕しかいないから、要するにまだ何も決まってない。何も決まってないんですよ、はい、なんかお花とかをみんなこう一歩一歩置いていくような。あ、そういうこと、そういうことなの。イメージしかないんです、まだイメージしかないですけれども、僕は別にいなくなるわけじゃないので、2代目襲名式でもいいですよね。あ、そうですよ、ね、あ、そうだから先代の僕が出てきて、はい、その2代目に引き継ぐという式を、差し入れ歓迎なので、差し入れね、差し入れてもらったものを僕が向かずに食べるっていうのは1個できるかなと思って。食べ物、新しいみかんの剥き方みたいな、新しい剥き方を考えてもいいのかな。上手に剥くようになれる回僕でも剥かないの長くやってて好き嫌いがないんですよ。血生臭いのは嫌いなので、血と腐ってるのを除けば全部食べれるってすごくないですか。はい、早くない？飽きちゃった。5分ぐらいでしょ今。5分も経ってないじゃないですか。4分。4分いかなかったですね。
これ10分は長いよ、きっと。長い。これ編集なしでしょ。編集なし。どうでもいい話をしてるなと思っちゃった瞬間についおっしゃいました。最初から思ったよね。次からちょっと企画を。何かやっぱあった方がいいよ。うん、手ぶらやばいです。手ぶらやばいです、やばいです。なんかこう。次回はなんと。企画を持ってきて皆さんの寂しさを埋めます。そうだね、はい、こういう成長の過程が見られるわけですね。そうですね、うん、はい、ということで不跡地で公開されるんですか。跡地はこれが公開されますし、これしかないので、はい、見逃したくない方はでもすでにチャンネル登録をしている方しかほぼ見てないと思いますが、そうですね、方はチャンネル登録をしておくと、うん、不定期で上がりますので。そうですね、チャンネル登録をして見逃さないようにしようということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとプープーテレビの我々に何かを頼みたい方も、はい、おのおののツイッターなどから2人とも暇してますので、これをやってくださいとか、あれを座ってくださいとか言われたら、行きましょうよ、すぐに行きますよ。本当にどうでもいいことは避けてもらって、はい、そうですね、なんか簡単な動画の、ね、一緒にやりましょうとか、はい、これ、出てくださいとか、ありましたら、ぜひよろしくお願いします。待ってます。また次回、近日中にお会いしましょう。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さよなら。さよなら。